はい、まず監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、はい、私の名前は堀野俊秀と申します。チーム名は、和光五章ファイターズです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めに監督さんになられた経緯を教えてください。はい、経緯としましては、はい、周りのコーチたちに、はい、勧められてというか、はいはい、やらせられてというか、はいはいはい、っていうところ で、 そうですか、はい、監督さん何年目ですか。半年です。半年です、はい、じゃあまあ自分のお子さんがこう、まあ、大きくなられて、はい、あの監督さんになられたということですね。そうです、はいはい、チームの基本的な考え方を教えていただけますか。はい、やはりまず第一に礼節ですね。スポーツマンシップにのっとった礼節を重んじてやっています。それともう一つはですね、物を大切にするということですね。チームの道具であったり、自分のグローブであったり、バットであったり、それはあの母親、父親たちがですね、あの一生懸命、用意してくれたものですので大切にしろということと、あともう一つ最後なんですけれども、まあ、野球ができる環境というのをですね、当たり前と思わない、何にしても当たり前と思わないということをですね、覚えてもらうということ、この3つをお願いしてます。はい、ありがとうございます。月々の部費というのは大体どのくらいかかっているんでしょうか。はい、月々としましては2000円となってます。はい、はい、合宿ですけども、はい、泊まりの合宿とかされてますか。はい、毎年ですね、例年あの7月末あたりにですね、はい、合宿を計画して行っております。はい、はい、その合宿ですけども、はい、結構そのガチガチにこう野球をやる合宿か、それか結構、はい、お楽しみなんかを入れながらやる合宿。あ、これはもう、お楽しみは絶対入れたいなというところで、はい、はい、ガチガチにやる時間と、こう、ゆるくやる時間といいますか、そういったレクレーションというんですかね、それを大切にしてやってます。はい、ありがとうございます。練習時間というのは大体どのくらいされてるんでしょうか。はい、今ですね、大体、今で言うと2時間から3時間程度です。週末ってことですね。はい、週末です。はい、ありがとうございます。チーム独特の練習とか、はい、もうだって基本練習をみっちり、やっているというような形で、はい、特別な練習というのはしていません。やっぱお子さんたちあれですか、バッティングとかが好きですか。バッティングが好きですよね、はい、打ちたいですよね。やっぱ打ちたいですね。はい、ありがとうございます。はい、チーム出身でですね、はい、高校や大学で活躍されている選手とはいらっしゃるでしょうか。はい、私知るところですけれども、はい、私自身あまり野球詳しくないんですが、はい、確か、ファイターズから、行って、高校でいうと成立高校というところに行って、はい、でジャイアンツに行ったっていうのは聞いてます。あ、そうですか。でまたその成立高校っていうのは僕の母校でもあって、はいはい、なかなか、はい、思うところありますね。チームでですね、お子さんたちを集めるのに体験参加を、はい、そういうことと、なんかさ、こう人を集めるイベントみたいなのをやってられるでしょうか。はい、体験参加ですね、年に1回やってはおります。小学校の校庭を使ってですね、はい、楽しく野球を学んでもらうというところでは少しやってます。はい、最後の質問になるんですけども、はい、監督さんをされて良かったことを悩んでるので、まず良かったことは何ですか。はい、そうですね、最初の時は悩んでばっかりで、分からないことばっかりで非常にどうしたもんかなというところだったんですが、練習をですね重ねていき、または練習試合、また公式試合をやっていく中でチームのですね、一体感を身に感じるようになって、でまた頼られる側になってきたんだなというですね、私自身の成長を自分で感じるところが楽しくなってきたというところです。なんか悩んでることとか悩んでること、毎回悩みます。小さなことから大きなことまで、はい、はい、言葉で言い尽くされないこと、いろいろあります。ただ、それもまあ喜びに少しずつ変わってきているところでありますので、はい、多分、あれですね、お子さんが 6年生に高学年になられて、まあ、監督さんということで、はいはい、まあ、今年短いちょっとシーズンになってしまいましたが、はい、まあ、残りのシーズン、まあ、練習試合頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。